委員会政治局員、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員、最高人民会議常任委員会委員、党統一戦線部長、党中央委員会初期局初期、党中央委員会副委員長、党中央軍事委員会委員などを歴任した。確認されている、最終軍歴は朝鮮人民軍偵察総局長、県軍副総参謀長、朝鮮人民軍における、 軍事称号は上昇であった。大量破壊兵器開発や、天安沈没事件、野別星間砲撃事件、ソニーピクチャーズエンタテインメントへのハッキング事件などの国際テロリズムに関与しているとされ、アメリカ合衆国、欧州連合諸国、オーストラリア、大韓民国の世界31カ国から独自制裁を科されている。両行動出身、万行大革命学院、 金日成軍事総合大学を卒業。1962年より、朝鮮人民軍15、師団 DMZ 民系中隊で勤務し、人民軍少佐であった1968年に、プエブロ号事件での軍事停戦委員会の連絡将校を務めた。1989年2月の人民部緑部、副局長就任以降、少将や、中将の地位で、 対南業務を継続して担当し、南北召喚級会談の北朝鮮側代表として活動した。2009年に朝鮮民主主義人民共和国国防委員会政策室長となる。同年に上昇に昇進し、党作戦部、党対外情報調査部軍総参謀部偵察局が統合して発足した、朝鮮人民軍偵察総局の初代総局長に就任する。 2010年3月の天安沈没事件を主導した強硬派とされ、同年9月の第3回党代表者大会で党中央軍事委員会の委員に選出された。2012年2月15日付で上昇から大将に昇進したが、同年秋に行われた大規模検閲で中将に降格される。これについては、 偵察総局内での旧統作戦部と旧軍偵察局間の勢力争いが原因とされている。降格から3ヶ月後の2013年2月に大将への復帰が確認され、2012年12月の事実上の弾道ミサイル発射実験や2013年2月の3度目の核実験で外交的な大北朝鮮包囲網が強まる中、3月5日に金英哲が 朝鮮中央テレビで、休戦協定の白紙化を宣言し、4月には、各国の特命全権大使を呼び出し、北朝鮮からの退避勧告を伝えるなどし、強行外交を主導した。2014年3月に行われた第13期最高人民会議、大議員選挙で大議員に再選された。韓国国家情報院によると、2015年4月に、大将から上昇に降格された。 2015年8月4日、非武装中立地帯に仕掛けられた地雷の爆発で、韓国軍兵士2人が重傷を負う事件があった。この地雷埋設を主導した人物として疑われている。2015年12月29日に死去した、金守立の後を継いで、対韓国政策を司る党、中央委員会初期局初期、東統一宣戦線部長に就任したとみられた。 2016年2月11日、朝鮮中央通信がナオスへ訪問する朝鮮労働党代表団の団長として、金英哲を党中央委員会初期の肩書きで紹介し、党初期を務めていることが確定した。また2016年5月に開催された朝鮮労働党第7次大会で党統一宣戦線部長に就任していたことも確定し、 序列が18位になっていたことも確認された。同大会では、党中央委員会政治局員と、党中央軍事委員会委員、党中央委員会初期に代わって新設された党、中央委員会副委員長に就任し、同大会終了時点で、党内序列も12位に昇格したことが確認されている。これに続いて、 同年6月29日に開催された第13期最高人民会議第4回会議では国防委員会に代わって新設された国務委員会の委員に選出された。しかし、韓国統一省によると高圧的態度などの理由により2016年8月中旬までの約1ヶ月間農場で革命化教育を受けたという2018年2月25日に 韓国で行われた、平昌オリンピック閉会式に、北朝鮮代表団の一員として出席したが、天安沈没事件を主導した強硬派の来訪については、韓国国内から遺族や保守系野党を中心に反発の声が上がった。2018年3月25日に最高指導者、就任後の初外遊で、中華人民共和国を訪問した金正恩に、 その妻のリュウキ主婦人や、同じ党副委員長の李シ蔡竜海らと共に同行した。2018年4月27日、半門店の南北首脳会談に、金、与えただしと共に同行した。2018年5月7日、中国の大連で、習近平総書記と会談した、金正恩朝鮮労働党委員長の訪中に、同行した。国際テロリズム容疑で、 米国への入国が禁止されていたが、特例により、チェガンイル北米局副局長と共に5月30日に、中国国際航空の航空機で、クージョニエフ・ケネディ国際空港より入国。ニューヨークで、マイク・ポンペオアメリカ合衆国国務長官と、夕食会などで協議を行った。北朝鮮要人の訪米は2000年の超民録、国防委員会第1副委員長以来約18年ぶりと、 なった。翌日、ホワイトハウスの大統領執務室を訪れ、ドナルド・トランプ米大統領へ、キム・ジョンウン国務委員長の親書を手渡し、予定されている、米朝首脳会談について討議した。2018年6月、米朝首脳会談のために、シンガポールを訪問したキム・ジョンウンに、金ン・ヨや、リシュラと共に同行した。同年7月、首脳会談を受けて、 マイク・ポンペオ国務長官が包丁した際にはカウンターパートとして対応し強気の交渉を行ったと伝えられた。2019年1月17日に訪米し、翌18日にポンペオ米国務長官と米朝首脳会談開催について協議を行った。アメリカ側は同日協議の結果を踏まえ2度目の首脳会談を開催することを発表した。 2019年2月の米朝首脳会談は、交渉が決裂し、同年3月10日に実施された最高人民会議、大議員選挙の大議員名簿からは、名前が消えていたと報じられ、交渉責任者として、責任を追求され粛清されたのではないかとも、推測された。しかし、最高人民会議第14期大議員選挙の、当選者名簿には、第306号選挙区と、 第378号選挙区に同じ名の記載があり、いずれかが、米朝首脳会談に関わった、金英哲と見られている。同年4月の最高人民会議では、国務委員に再選されたほか、最高人民会議常任委員会委員にも、選出された。しかし、2019年4月の路長首脳会談に、同行せず、統一戦線部長を解任されたことが、明らかになった。 2019年5月31日の韓国、朝鮮日報によると、北朝鮮情報筋は、労働党統一宣戦線部長を解任された、金英鉄道副委員長事故道で、革命家教育中と伝えた。しかし、6月2日夜に、金正恩委員長らと共に、芸術公演を鑑賞したことが、北朝鮮、朝鮮中央通信などで報じられ、 金英鉄の粛清説は誤報であることが分かった。ただし、同時に銃殺されたと報じられた金川明については、名簿に名前はなかった。2021年1月5日から開催された、朝鮮労働党第8次大会で、中央委員会委員に再選され、1月10日に開催された党中央委員会第8期第1回総会で、党中央委員会政治局委員。 同委員会統一戦線部長に選出されたが、党中央委員会初期と、党中央軍事委員から脱落した。ありがとうございます。